皆さん、こんにちは。今回普通に3切れやっていきたいと思います。鬼殺し縛りとかではなくて3切れしていきたいと思います。8連勝ってやめてくれよ。8連勝と当てるのやめてもらっていいですかと。連勝ストップ、連勝と当たらない剣とかないんですかね。なんか、将棋ウォーズって相手の対戦相手の強さを変えるチケットがありますけど、連勝と当てませんみたいな剣発売しませんか買いませんけど。はい。剣、金上がって、風ついて。 なんかちょっと旧式の角換わりやってみます。旧式角換わり。腰掛け銀腰掛け銀。よくやって金,金寄りとかでさちょっと旧式の旧式旧式年商系えーそれで仕掛けてくんのこれ歩えー、えー、そんなあの初見初見なんですけどなんかもう歩とかつく軽跳ねで遠くならピョーンで。 もうポン、ょんぴピョンでピョンでピョンでょんぴょン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 ああこれ銀引きで角積まされる銀引きで角積まされるよ桂馬で銀引きでまあ同角内でもお腹はビョン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 でこっちの曲ええすごい受け方するねすごい受け方するね切って同角金とかあるけどやっとくとりあえず記念に記念受験で 記念受験で角、まあ、打ってくるんですかねそれ風付き同飛車風とかで詰まってあるけど何それああそっちから打ってきて桂跳ねは桂一回跳ねてどっち逃げてくるんやろ上飛車走って風飛車ちょっと嫌じゃないそれでも銀引きで飛車積むかあ銀引き引き島君闇金引き島君ででも風叩いたら同銀引きか飛車走って風って横太取りたいけど飛車狭いかなさすがに。 と怖いけどまあ大丈夫だと思うんですよねよねって負には引けばいいからうん歩成りがちょっといや同銀ならあ,ー、まあ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 これなら負なり同銀取れますね桂馬同飛車があるからとりあえず角をこれ同歩ねまあ同銀もあったけどあそこで続いてきてい,いえふ打ちゃ同銀いやーなんかないの永遠になんかありそうなんですけど角取ったら何かある取って同角金を渡すからそこで技がないとあれですけど い <laughs> いいいふうったら、同銀引きいや、とりあえず叩いちゃったけど、全然分かってない。同金ならなんか、ふ洞どくふとか言いやそうですよね。ここが薄いから。同銀引きでわからないですよね。でもこれで取って、ちょっと守り薄いって言ってくか。銀、銀で飛車積んでるーこれ飛車積んでるやつ。ふうん、これはふうで止めて。ぶつけはまあ、嫌でしょ。相手玉薄いから。 うん、だから、それで、あれしてくる。でも、これ、風で次詰まされる。風で積む次、次詰まされるアンケ発動してる。えー、なんか、うまいな、それ。それうまいんですけど。ちょっと待ってください。風つく同飛車なら銀とかでいじめてなんとかならん次、風なり狙ってるんですけど。同飛車銀。飛車、うえ、えー、ああ、飛車取り取って取、取って、同銀 んー同角は嫌ですよね風なりで飛車取りいけるあれあれそれであーまあ先取ってってことでも軽なりができるからね取ったら飛車は逃げるか風打同金で頑張ろう歩打同金で頑張るうんこれがこれが一応硬い風なってなんか角角角を角を見せていくなりとか時金よりとか角。 角は同飛車があるからこれ引いて硬い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 いいいと言っといて銀を上がってもう取りに行くかこれ桂馬取れればなんか上部逃げ出せそうやからいいんじゃないの 将棋は入力系。というか、角もあるしね。まあでも引かれて微妙か。そんな、そんなテンションを上げるほどの手ではないかもしれない。角取って。でも角で引かせるとなんかピューピューピューって逃げやすそうですね。あと角なりとか。で、どうですかって言っといて。これは、そこぽはそうか。そこぽは寄られんのか。ああ、それいい手やん。そういういい手は早く言っといてくれないと。困るよな。うちとしても。うちとしてもそういうのは早く言っといてもらわないと。一回角で飛車いじめて。 両取りですよって言っといてこれ同飛車取れてはあるけどまあ同金かさすがに飛車取って金取られのはずい,いでえ相手の方金銀持ってんの銀だけやと思ったら金どこで取ったし金もともと持ってたし金もともと持ってたえー、それは歩で歩打ってくるってこといやもう究極の攻め合いしてきてるでも取って取って取って竜で上がって詰まないと思うんですけどねでも相手玉が詰めるじゃないかそれ銀打って逃げて銀ならず同桂同桂でいやー詰まんかー

銀打って逃げて銀ならず同桂同桂なり同金全然つまんじゃねえかよー全然つまん全然ではないあ一回受けてきた銀でもそれってさかえってかっていやーこれ銀渡す同金同馬 <laughs> 大丈夫かよあ受けてくんの受けてくるんやったらワンチャンあーでもこれ角打ちができちゃったのねそういうことを言ってるのねあーこれじゃダメだね角打たれてるのも敬愛で。 敬愛で敬愛でこれはさすがに多分ん角から積むと思うんですよ敬愛で桂馬使っちゃったつまんかな桂馬使っちゃったつまんという可能性いやさすがに積む積む積んだ積んだ角打てれば積みトキとか寄ってくれトキンギンギンギンうわー積んだ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 天神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 来たアグネスちゃんこのネタ好きすぎこれは積みましたねトキン寄ってあー積んでない飛車を鳴ったら今積んでたか これれ上がらてしたいやー待って今飛車になってもでもちょっと足りひんのか足りひんのか読み抜けてた <laughs> 潔く投げよう <laughs> ありがとうございました <laughs> あーというわけでちょっとやっていきましょうはい1勝4敗結構負けてるな負けてる方のご登場ということでやっていきますフーついたあこれ待ってこれ待って普通にさちょっと穴熊しよう久しぶりの穴熊ああジジステム着てますねこれ藤井ジステムじゃないですか ジステム兄さん嫌なんですけどなんかくじえりようがなんかこう玉引きみたいなのを昔察してたイメージがあるんですけど嘘でしょうかガセ情報ガセ情報かもしれないガセ情報を流してしまったかもしれない風月豆腐はどうしたか一回角でとかあんまり微妙なんかな銀でいじめられやすくなるからあそれはまあ銀上がって受けといてえーそういうもんな それででも別にふうでどうなんですか？ああ、でも道具代同銀っ取れへんのか？同区内同金で圧迫しに行く。そんな人おらんかまあ、道具なり同型で飛車が狭いか。でもそうか。同区内同型で飛車が積みそうという説がまあ。今年明かに囁かれてるけども、飛車寄られて微妙かな。これはまあ角逃げときますか？で,なりで、同区内同型で今度は取りにくいですね。これ取ると取らせてもう取ってさ。 もあー同銀かミスタ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 あれ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 同銀で銀なり狙われたら結構きつかった気がしますねま同飛車からもブッチからの強者とかで攻め合ってあーそれ来るんかでも軽羽で受かるという説を提唱した今日ど格打ちの筋回んのか格打ちで来られた時にまあこれはもう羽よちょっと怖いけどもう怖いとか言ってないまま逃げて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  うーん、風付きたいけど間に合うんかな飛車打ちは金寄られちゃうんですよね。だからあんまり聞いてない気がした。でも風付きも、激塗る。激塗る説。激塗る説が。ええー、あ、銀でええー、それでもさ、逃げとくぐらいでもそんな簡単に寄らんと言わせて。言わせてほしいですな。金打って逃げて、桂まで引いて。痛いですね。痛い。痛い。痛い。でもこれもう強くいくか。 なんか飛車取られる筋あるけどこれで取って同歩に金打って同飛車同金とかまあでもそれ攻め細いからあと一回角打つ手は、まあんま引かれるか同歩で桂成はね角があるからね桂成ってこい桂成ってこい桂成ってこい,桂成ってこ,いこれちょっとこのまま相手の方桂成に角をうっかりされたという説も結構あるかもしれない桂成で上抑えれるかなと思ったらあらえー、それは逃げてどうなんですか飛車逃げてああでも銀取られるのも痛いのかなまあでも逃げるよな 飛車は嫌ですもんねで桂馬銀取ってきたら取っといて取っといて取っときまして取っとこハム太郎今日も走るよハム太郎滑車を回すよハム太郎大好きなのはそうひまわりの種角打っとくとうーんちょっとなんか攻防に聞かしたよなここかなここはちょっと寄られてまあ取ってっていうのもあったと思うんですけどちょっとわかんなしでしたね。 もう1枚打っとくでもこれフーってくるよなでも同角で金寄って角交わしてちょっと相手の歩を削っていくか歩を削りしようとこになるそうこれ,これでこう手を稼いでくるんですけど同角であ銀がいや銀はでもまあなるんですかねこれで気づけば相手玉が危な,危なくなってるみたいなそういう形目指そうこれで桂打ちの桂打ちの詰めろを狙う桂打ちが詰めろか読んでないけど大体詰めろ大体詰めろ知らんけど。 うーん、これはね、馬は渡したくないからね、これ馬引いとくね。ゲーマーは逃げとくね。これ聞いてるね、自陣にね。むしろ聞いてきたね。しゃー、それ嫌だね。でも、川島さんですかね。川島さんか、一回飛車打ち島さんもあるけど。飛車打ち島さんの時どうするか聞いてから生きていくかどう。これで一回銀で縛れるんですよね、飛車なりの詰めろで。それがあるから大丈夫と見た。 逃げ、早逃げされて、馬逃げて、それが、あでもまあそうですね。これ受け難しそうですね。大局ありがとうございました。はい、というわけでやっていきましょう。試験飛車ですね。試験飛車、お願いします。待って、これ、これいっちゃう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 風ついて。あでもそれで結局、じゃあヘナチョコ吸水行くか。ヘナチョコっていこう。ヘナチョコっていきましょう。風ついて。風つきまして、きこれ、穴熊かな違った。なんかこう、玉加工の早い木と穴熊っていう、そういう、 なんか思ったり風ついて5筋とかもついてあこれはまあなんかもうついてちょっと様子見るか風ついて様子見るっていうのも意味わからん<し>あれやっけ4五歩早じかけって角とか出てなんか高みのを待つんですよね高みのを待っていくイメージなんですけどこれで風は銀で微妙やから歩った方がいいこれ銀出られるやん銀出られてどうすんの経験の浅はか <laughs> でもこれ飛車浮いてむしろ得では取って同飛車が。 取って同飛車がコビューンなんで、これはむしろ得した説ある。これで取っといて。いやーでも風から小ビンちょこちょこやされるのも嫌ですね。まあでも同銀は同角があるか。今、一車の横利きが通ったから。これ次風、角、風とか、うーん、これは風一回いじめるとりあえず角をいじめていきまして、とりあえずいじめていきまして、うーんなんか風付き同銀飛車回りとかしたいな。うーん。 銀,銀がいばられすぎてるんでこれで風には引いて我慢して引いて我慢してこれ以上の攻めがないでしょって言っていくかこれで風てはい銀バサミはい銀をバサミでいく同型で銀毒をしていくこれで桂なってかわしていける川島さん日本の守護神逃げといてまあ今飛車取る手もあったかな飛車取った方が良かったかもしれん飛車取った手がさらに角取りなんでこれで両取り両取りヘップバーン、うん、待って喉が喉 <laughs> が喉が えぐいあー決まった <laughs> まっま <laughs> ありがとうございました。はいというわけでああ勝ったことない方原始中飛車6段原始中飛車のプロ来た原始中飛車が3キルの段位を超えてしまっているっていうそういう原始中飛車のプロの方が来たんですけどこれ中飛車でゃないですね角がわり原始中飛車じゃなければ勝てるんじゃないかそういうこと言っていきたい嘘全然勝てない全然勝てないとか勝ったことないんかはい頑張っていきましょう金上がって。 風ついて、桂馬跳ねていきますと。これはなんかほんと王道の、これ桂馬で大丈夫か別に。よく囲って。いやー、飛車引く形でいくか。シフは開けましょう。いいタイミングで突かれた。ちょっと刺すのが遅れた。こういう微妙なタイミングで突くのが相手の刺して遅らせるテクニック。そういうのあるな。将棋王ズは。これで玉上がって、なんかちょっと待とう。なんかこういうのやってるけどよくわからん。よくわかってない。どうなってんのかこれ。銀とか引いたらダメな。銀とか引いて、風疲れて微妙。風つきで。 使えてみよう飛車回ってとりあえず中飛車にするみたいなこういうの玉くたいから好きなんですけど飛車回って飛車回ってうーんでもなーこれなーなんかいろいろ危ないよなこっちも銀上がるとなんか後々角打って大手金取りみたいな筋があるんで結構危ないんですけど銀上がったらしばかれるんやろなーやめとこちょっとそういうなんかあじゃ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 もうこっちから攻める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 攻めたん勝ち攻めたもん勝ち,攻めたもん勝ちやりたいことやったもん勝ち青春ならそういうこと忍たま乱太郎も言ってた ふうって、同歩なら同桂から攻めていく。こ、こに角打って、大手金取りのラインがあるんで、今同飛車って言っても、実はあったんですよね。同銀に角打って、大手金取り。ああ、それはうと、さ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 、なんかもう、ここもつく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 ぼ、つくつくぼし、つくつくぼし。もう、ここもつく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 。もう、なんか攻めれば勝てる。この将棋は。しゃ。荒すぎ。まあ、三切れはそんなもん。いや、同歩やったかな、今。同歩やったかもね。 同歩だったかもねっていう説はあるね。角打たれて、ふうって風で、風。いやー、きついな、それ。えー、痛すぎるよ、ふう。で、ど、銀、同銀とか空で、きついね。銅銀になんかないかな銀かわす銀、銀かわすと桂馬かわされるうー、銀かわす 銀出たらまあ同銀同角銀で一応それは受かってるか。銀引きは筆奇跡。読んでなかったけど。読んでなかったけど、これで一応受ける手がある。取って同銀。桂跳ねはあるけど角打ちとかで勝負かそれはでも銀打たれるか風なり同金。いや、風叩きは同金。ああ、それで、ね、同、同桂あったかな今。いやー、わからん。ここは銀。ここは銀。あえてそれを打たせてっていう話はあるいや、ないか。 いやあ、違う、違う、違う、これは違う。<laughs> 違う、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 違う。これは違うことした。違うことしたけど、わからんかった。これでも、金上がりで焦らそう。金上がりに見せて焦らします。焦らしますで、焦らしますスタイルでいきます。金上がって銀取れれば、死者の横利きも効いてきて、こっちの玉が寄らないから、金上がり、はい、金上がり、金上がりって番外で言ってこう相手を焦らす。それが将棋の勝ち方。番外戦術も将棋の強さの一つと。 そういう嘘を言いながら番外戦術はやった瞬間出入り禁止になるとそういう危険な戦法ですのでやめましょうとこれで逃げてきはやがれた上がれた上がれた上がれた風なりが嫌だけどね <laughs> 風なり一回聞かされるけどねああ取れる取れる取れるんですトキンが消えるんです映るんです映るんですって言っといて取っといてこれ逆ってないこれ結構取れれば鉄板やからこっちの曲 で、風なりー。あいきなきききききききこれ、風なりがありますからね。次。ああ、そういう感じで、ね。いやー、風なり聞かした方がいいのかな。角単にぶつける手もあります。角単にぶつける手もあります。なんですが、銀打ちとかはちょっと荒いですな。ぶつけるのはあんまやりたくな、ね、い。風なり同金、ふ、ふ。いやー、なんか一回入れた方がいいかな。一回薄くなってる気がした。一回薄くなってる気がした。もう相手の方は風いっぱい持ってるから。 あんまりしかしここでどうするまあぶつけるかちょっと角使えないのも尺なんでただ同角同飛車の時が相手の方の手番なんでそれが尺弓子って感じなんですけど角打つとか歩垂らすとか角打ちはまあ銀埋めますか銀埋めといて銀埋めときまして歩は同桂で同桂代同玉で上へ天空の城ラプター ト,トンクーのトンクーの白ラペタ、えーでそれはどこで何を何で桂までなんかプレッシャーかけとくプレッシャーかけといて銀打ちからの積み筋を常に見せることで焦らす作戦あー逆に焦らされる作戦まあでもこれで紐つけていく作戦これは詰めろなのかこれは何色なんだこっちの玉は詰めろではないけど相手玉も別にあーこれ桂なりで詰めろ桂なりで詰めろ桂成意外にこれ見えにくいからこれ銀取ってくる可能性あるよ これ取ってきたら、形になって済ませれるよ。1分もあるのかあ <laughs>、まあまぁ、こっちの曲寄らないのと、最後詰めろ結構受けにくかったですかね。ありがとうございました。はい、というわけで、ああ、4合格戦法。4合格戦法を受けて立ちます ?4 合格戦法を受けて立っていくかやって、あ、やってきそうめっちゃやってきそうやん めっちゃやってきそうなんですけどもうやる気満々の顔してるやる気満々の顔しかしてないあ絶対角取ってくるあもうこの間は角交換してるこの間は角交換の間ふーって同銀角って何か何やったかな何されたやったかなこの間ないだんか変化球されたのは覚えてるんですけど角っていやーこれ普通の定石系になってる定石系になってしまっている強者とかあるっていうのもうわーそれねそれ流行ってるね で取ってくるんでしょで引いといてでフーって謎なんよなそれ知らん <laughs> 飛車とかダメなでもこれ絶対レールの上乗ってるなで時金引きとかしで取ってくるんか普通になんかかわしていこうかなあでも歩打つとあれか玉上がると強者か一回寄るとあーこれ飛車があるんかやられたしてやられた完全に乗せられましたね今 2> 2まあ飛車打っていく飛車に強者で頑張ろう なんかどっかで明らかに研究してなさそうな手を差したいんですけど、これしてないか？これは何か危険なのか？こっちは危険なのかもしれない。強者とか打たれて、だから相手の方の研究外かもしれない。てか強者を打たれたらどうするやろ？え、これって普通に角取っといて？トキンで？まあ、まあまあまあ角取れるのでかい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 。川島もあるけど、いやー同金もあるけどなー。川島怖いけどかわす。わせるならかわしたいよね。 うん、それはまあ逃げて、下なりに強碍で、時に入られるか。それは一回弾いて。これで、小田仏これで入って。引いてくれたらでかいですからね。引いてくれたらでかい。引いてくれたらこっちの玉がユートピアって感じなんで。引いたらもう一回角でいじめるか。これ取れれば、ぺぺ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 ぺプって逃げるルートができて、えーっと、それは取りますか。これはユートピアでは あ桂馬は同飛車桂馬は同飛車桂馬うした桂馬同飛車だから同飛車に桂馬を狙っているだから逃げられないでも逃げ場所間違えると死んでしまうここは強者がいやここかなここで強者打たれるねこれでもそこで飛車回ればいいかいや強者逃げ桂馬とかで攻められたら逃げて桂馬は川島うん逃げる 強なり逃げる金は取られますねこれ引かれるとまあでもそれで逃げてどうなんですかね結構相手の方の攻めも切れてきたのではと言わせてもらいたいうまでよし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 これは攻めは切れてるはずさすがに竜とか引かれても風で止まるからなこれで歩で止めてうん桂成は銅馬金打ちはまあかわせば別にいいかなかわせば別にいいよねでもこれでなんかそうかそれで よなんか寄せてみろと言われると寄せてみろと言われると飛車なったら銀上がりうーんでもそこで竜あーまあまあ、まあ、そこで逃げとくか飛車なってこれで逃げといて金には同馬道竜金で弾いて強者打ちで寄せに行くかこれで手羽もらって強打ち見せていきましょうあそれがある 一回強者かな、風打たせて。取って同封に風だと思うんですけど。うん、これで風で、飛車打って攻め合いかな。飛車打って攻め合い。桂成から攻め合われても、飛車なって、 早いかこっちが。よしいける行ける。これ叩けるからね。いけるいけるいけるいけこれこれ痛い。これ痛い。これ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  叩きのポで同金なら銀が痛いこれも銀が痛いかな同玉なら一間竜これでと取っといてゲップがすごいゲップがすごいんですけどこれで強者打ちから迫る手を見せてこれ詰みないんかな銀なり同玉龍引き逃げ銀なり同銀ま積、あ、詰んでそうやけどなおおよそ詰み 大よそ積みってやつまあ、とりあえず大手していけばいいかとりあえず大手していってつまんかったらそこで軌道修正すればいいからおおよそ詰みやと思うけど金打ちとかであそっちに川島まあ桂馬大手していけばってやつこれは角打って逃げて金打ってこれは積みましたね上がって金ではっきり詰みできましたねいやーよかった対局ありがとうございましたというわけで最後までご視聴いただきありがとうございました よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。実践で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。また、右四騎飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。